前回のセーブデータは消される。セーブデータがあったら怖いよね。カレンダーでかっ。え、お誕生日おめでとう。7歳。勢いすごくない？あー、こっから仕事なん？すげえな、なんか質感よくね。あれなんか、俺画質ってこれ間違えてる？ベリーローなんだけど、普通にハイで大丈夫そう。ウルトラ行ってみるか。あ、見える。え、待って、俺今まで何を見てたんだ。じゃあもしかして俺幽霊出てたけど気づいてないかもしれない。え、人影あった。画質を良くしたら人影が見えるようになった。俺さ、昔学校で台してる時に電気消されたことあんだよな。俺の気配がなさすぎて本当に怖かった。何の用ですか？あ、警備員さん。電気消さないでもらいます。なんで消せねえんだよ。こっち側の電気つけたら向こう消えないから。バカか。いや、人いるけどね。この場合警備員はずっと待ってなくちゃいけないんだろうな、普通。ちょ、これ全部押して。3回と。どの角度これ、右側にいんのかな。明日までにこれやっとけよ。なんだその目は。おい、聞いてんのか。おい聞いてんのか。Let's party time! Do 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 do。なんで消したんですか？消さないでって言ったじゃないですか。ちょっと待って。3階だよな。エレベーターになってんの？それ。気張りすぎて上に上がってきたのか。すごいな、最近の人は。うお、もう最後までこのでクリアまで行くわ俺。驚いた拍子にこのままクリアまで行くわ。つまずいた拍子でそのままそのゴールしていくみたいな。ちょっとおかしくなってきたな、俺が。これ俺がおかしくなってるから、このゲームじゃなくて。汁剣投げてる音する。あ、暗い。点滅している、交換しないと。いや、いいんじゃない、こういう、もともとこういうやつだって、これ絶対。も、え、待って、怖い。この人喋り変わったらすごいな。ビリ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 って電気みたいな喋り方ですね。それを聞き取れる俺の耳も相当マシュマロンですね。定時にはタイムカードを切れ。怖い話って、そのこっちの怖い話。この会社ね、何が恐ろしいってすりガラス多すぎね、この会社。多分これ自社のすりガラス使ってるのかなってぐらい押してるね。俺このすりガラスが一番怖いから。この蛍光灯、音出てる。待って、俺今、待って、え、気のせい、今の気のせいだよな、今の。よかった、俺モニターで 15fps だから、俺のモニター。
あぶね、俺20年使ってっからこのモニター。これさ、この回はまた後で来なくちゃいけないのかな。よくないもん蛍光灯は。あー、うおー、都合がいい。こんな部屋あるんだ、この階は。これね、終わりです皆さん。これ終わりパターンです、これ。なぜなら俺は今もうフラグを立ててしまった。あー、俺このゲームちょっと舐めてたな。いやー、すりガラスなければな。これすりガラスなければいけたんだけどな。俺すりガラスがあることによってだいぶね変わっちゃった話が。止まってる。誰？このエレベーターも俺セーブポイントみたいな感覚になってるけど、油断すんな。このエレベーターも敵だぞ、普通に考えて。これ11階まであるぜ。マジでやめて。いや、やめてよ、やめよう俺。ああ、気づいちゃった。来い！ビビってねー。ビビってねー。来いよ。もっと出てこい。もっと出てこい。出てこい、出てこい。もっと出てこい。この角曲がったら色。その角に色。その角に白い女色。なんだよ。この角に色。女、白い女。いないなぁ。後ろ向いたら色。ダメだ。ダメだ、これ。先に色って思うことによってビビらないと思ったけど、普通にダメだわ。普通に意味ないわ。自分の中でもう一回解決しちゃってるからクソ怖いわ今の。もう帰るね。こいつマジで、こいつ俺呪われたらこいつだけは巻き添えにしよう、マジで。なんか今あれ誰が責任取るんだろう。でもなんか自販機倒れてたね。なんか掃除してない？え、お尻でかく、スイッチがない、ほんとだ。え、じゃあ降りない方がよくね。降りたらもう乗れなくなるってことでしょ。やばいやばいやばい。何あいつ、ゲームの始まりだよとか言ってきそう。まあ俺も言うけどね。登る、登らねえよ。あ、またうぜえ。うぜえな、今の。置くだけのうざくね。レトロ人形。めっちゃコスパいいじゃん、置くだけでビビらせんの。こっからも登れるし。こいつ何？あ、ちゃんと座るとこあんのか。はい。何の音？上の音か。帰ろうぜ。マジでどっからでも登れるのすげえ。いや別に嬉しくはないけど。うわ。うわ、あるわ。やばないこれ。この視点やばいな。この視点まずいな。この首だけ突っ込む感じね。もう覚悟の準備はできてる。
だよね、そのやめて、その奥、マジでやめて、その奥だけでコスパいいビトッキリやめて、マジでガチでやめてくれ。コスパ良すぎるから、そのドッキリ。おもろいわそれはおもろいわえ、俺待って、俺こいつの顎とかをさ踏みつけて登ってる、このはしごに。強気すぎるだろ、だとしたら主人公。え、俺ボタン全部拾ったわけじゃないよな、これ。あれ、なんか取り逃してね。あれ、俺登ってないとかある？まあでも順当に行けばはしごの上に1個ずつあるっていう。マジでわざとじゃないからな。あ、トイレにあったか。あ、そうだそうだ、トイレにあったんだ。どうせいるから、どうせ下もいるから。 OK、 待って、ピロリンが鳴らない。これエレベーターの中いるから、あいつ。ありがとう、見送ってくれてるわ。じゃあな。あ、お疲れ様です。お、急に姿勢が変わった。大丈夫？寝ちまったよ、こんな時間から。何度も何度も来やがって、起きるたびにいる。ここにずっといるのか。俺っちの上司知らねえか。もう帰ったのか。あのパワハラ野郎、みんなが帰るまで帰らねえって言ってたのによ。俺っちも帰るわ。俺っち！何度も何度も来るってことは、俺何回も失敗してるのか。バカ声、バカ声アトラクション発見。なに、え、顔なし、え、顔なしさん、え、顔なし、これ座ればいいっすか、これ自分座ればいいっすか、自分顔なしいるって。絶対金くれるって、絶対金くれるって。やったー、ロックロック。ノイジーな。あれでもロックしたからもう終わりなんだよね、普通は。うわあ、なんか部屋あるわ。待て、これやばい、これやばい、暗すぎる、これた4次元空間。これマジできついわ、これ間取りおかしいから、マジ間取りが、これ困るね、計算狂うから俺の中の。これ何押す、押します。何を、え、形変わった、なんか。何この、なんか若干死刑みたいな鍵、非常口の鍵。
おい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 、何、えー、あ、おわ、どっち、なんで俺があいつのこと追いかけんのよ、逆じゃない、なんで俺があいつを追ってんの今、なんで向こうが逃げるんだ、下には行けないのこれ、え、行ける、あ、なんか落ちてるこれで上に行くんだ、さらにバカか、あ、でもこれ以上行けねえわ、まあこっちから漁っていくか、順番こっちだもんな、どうなって MV、 これピロリン来い、来た、油断すんな、そっか、ちょっと遠いのか、エレベーターが、これ細かいね、乗ってきてないから、これ俺も横見ないで閉めることにした、OK、 これが最強です皆さん、え、降りてってな、え、別問題、別問題、サイレントヒル的なね、地獄にこう行くみたいな、え、どこどこどこ、やばい、かさぶた取れちゃった、逃がさない、お前のせい、俺？俺っすか？俺もじゃあ逃がさないけどね、え、待って、すげえやだこれ、これすげえやだこれ、これすごい嫌じゃないこれ、なんかジャミロクアイ？でねーん、ルレーン、あの曲が聞こえそう、うわっ、よかった、ジャミロクアイでちょっと中和できた、何？裏？地獄？おしゃれ、おしゃれということにする、11階か、どうしよう、トイレから行く、これもう電気消すとかは今更ないよな、正直さすがにね、そういう問題じゃないから、金庫、ケーブルがない、迷路見たくなってる、汚ね、血で汚れた蓋を手に入れた、039時計、この蓋の汚れをどうにかしたら取れそう、え、蓋を手に入れて、蓋、ん、分からなくなっちゃった、まあ、汚れをどうにかすればいいんだな、おそらくトイレだな、ただケーブルにはならねえよ、水出る？血で血を洗うことになるぞ、2本の線が書いてある、
時計なんじゃねえかな。なんか全部にゼロがついてんだけど、一旦9時半つうかこれと同じダイヤルにすればいいのか、深読みせずに。危ない危ない、ダイヤルの針をあそこに合わせるだけで良さそうだ。ここにケーブルが入ってるってことか。え、これ操作どうやるん。あ、上に合わせるのでよかったのか。オッケー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 。ただロープがねえや、ロープがねえやっていう俺の発想も怖いな。ケーブルだよ。今のは別に心霊現象じゃねえしな。失礼で驚くのは。マジで失礼、今ので驚くのは。普通に人がいただけだし。何が映ってんの。怖い。キネシスの音がする。救急車？見えないよ。トイレ？暗くね？立ち入り禁止ゾーン。なんも見えない。うわ、アイス嫌です。もうここにはいられない。やっとか、やっと気づいたか。よかったわ、気づいてくれてよかったわ。やっとだ。じゃあちょっと挨拶しとくか。あれ、いなくなってる。え、せっかくさようならを言おうとしたのに。うわあ、やべえ。え、待って、俺捕まってないよ今。うわ、ずるい、あいつ。うわ、ずりー、ずりー、汚ねえや。捕まってねえし、今の俺普通に。このテレビ使うか。おい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 、うえうえ、おい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 、お疲れ。はい、さよならと。はい、ご苦労様ですと。オッケー。うわうわうわ。え？どうなった？え、終わり？これ。
どこここ？うわ、終わっちゃった。何度も来るって言ってたのはこうやっぱ繰り返してるからなのか。どうしよっかな。右側行ってみようかな。まあ、鍵閉めんのもありだっけ。あぶね。これ何これ。うわぁやべ。うわぁやだやだ。あ、俺死んでるわもう。待って、一瞬すぎ。なんかあったぞ。なんかあった。なな、なんかあったな、数字。どうしよう、こっちはいけねえしな。7？ 家族の番号。23日7歳。237だ、これ。237だわ。おい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 、どっち？こっち？こっち？こっち？うぃー。237。レッツゴー。ああ、頭撫でられた。おっ、あっちゃん。ああ、そっちが一番遠回りだから。残念。これさ、隣の部屋扉開いてね。うわあ！あいつも迷宮に囚われたわ、これで。やった！え？マジで子供の誕生日忘れてたけど、適当に打ってったら合ってた。あばよ。やったか。ゲットエンディング2。見知らぬ天井だ。俺首しか残ってね、戦いの末。一体何があったんだ。うわっ、 A 回しとこ。パーン、パパーン、パパパパパーン。よし、ヘッドショットしといたわ。今のがハッピーエンディング。なんか怖かったな。やっぱすりガラス越しの人間の顔クソ怖いな。本当だ、書いてある。いや、このカレンダーマジでこっちに目いくって。